はい、それでは続いてピチ1979年12月号です。表紙は荒木由美子さんです。荒木由美子さんと思い出されるのはモエラアタックですね。バレーボールのドラマでした。ほら見えるでしょう、ほら見えるでしょう、ネットの向こうに青春が。歌は堀江美津子さんでしたね。優しい編み物特集号、冬をね前にして編み物特集ですね。しかし先ほども言いましたが、私は編み物が理解できません。苦手です。なんかめっちゃ派手なセーター、あれですね、このねちょっとこのもっさりした感じのねニットのベスト、昭和感がすごいです。あー、こういうねド緑のセーターね、よくねなんかお母さんが編んでたような感じです。でも隣の広告は岡田奈々さん、目立つのね手編みって、それ目立つでしょうね、このセーターはね目立ちます。スーパークリンプ、まあ大変美しくていいんじゃないですかね、奈々さんが。こちらはパーティークッキング、パーティーだけど何て言いますかね、こうパーティーメニュー置いてあるのはいいんですけど、周りのスペースが広すぎませんかね、この写真。手袋マスコット、好きだな手袋マスコット。はい、そして編み物について細かい説明が載っております。だどんだけ高度なことを叩き込む気やねん。あ、奈々ちゃんの素敵な部屋作り、さっきもこんなこと出てましたね。そういえばこの頃ね、女の子の部屋っていうのはねまだねそんなに可愛くないんですよね。和室の余った部屋をね使用したりとかねしててね、一生懸命ねちょっとした工夫で可愛くしようという努力が見られますね。はい、こちらもニット特集、ふわふわニット、ざっくりニット。私ざっくりでも編めませんけれどね。うわー、なんか病気で入院してる人みたいに見えますけど、気のせいかしら。あ、これは結構可愛いんじゃない、このオレンジ色がアクセントになってて、このボンボリと可愛いですね、このアリクイ。あ、そうか、この子は髪型とかこの水色のブルゾンとかちょっと今風かな。やっぱりマフラーがね昭和ですけどね、この赤いリボンがついている、これマフラーですかね、これも可愛いですね。このフリンジが長いマフラーっていうのもそういえば流行りましたね。やったらめったら長いマフラーとかねしてることがいましたね。踏んじゃいそうなやつ。あ、このダウンベストみたいなやつ懐かしい。こちらまたタイニーキャンディーの手芸グッズの広告です。もうこの辺可愛すぎてね欲しいし、これなら絶対手芸も飽きないで続けていくことが多分できる。こちらはミニ織り機、織姫とかいうおもちゃは昔ありましたけど、織物、旗織りを旗織りまでも教えてくれるというね、すごいですね。織り機の作り方、角材を切ったりとか溝を掘ったりとか、何を小中学生に、しかも女子にやらせるつもりなんでしょうか、これ。いや、まだ織姫とかね使うのは分かりますけれども、すごいマニアックですね。私小学生の時に旗織りしたのっていう子供がどれだけいたのかな。で、なんか出来上がるものも地味で、あんまり子供的には嬉しくないんじゃないかな、こういうの。こんなのが作れます言われても、ああ、うん、あんな苦労して織り機作ったのに、まあこんな感じなんですねっていう感じですよね。あったか部屋着を作りましょう。あら、これ可愛いんじゃない、なんかこうゆったりした感じでね。でもやっぱり編み物はするんですね。あ、これはすごいですね。ピチ第1回手作り作品コンクール。あ、なかなか。こちらが大賞、ジャノメミシン、キャリー、ミシンもらったのかな、この人。リュックサックのポケットが楽しいですね。あ、これリュックサックなんですか。え、これ五大悟の人形、五大悟の雰囲気がよく出てるね。誰なのかな、竹川幸秀さんとミッキー吉野さんかな。図案がよくまとまっています。たくさんのブローチ、みんな可愛いね。万年カレンダー、万年カレンダーってことはきっと今頃もまだ使ってるんだと思います。こちらは、米山京子さん風のお人形ですね。こちら銀賞。ああ、でもまあある意味ちょっとこうホッとする感じの作品群というか、あんなに高度なことを叩き込まれていたけれども、やっぱり出来上がる作品は子供らしい感じでなんか癒されますね。なんか志村けんみたいなの作ってる人いますけど、あ、でもそれ水着みたいの作ってる人もいますね。なかなかすごい作品群ですね。これはこのエプロンを作ったということでいいのかな。この女の子は投稿者なんでしょうか。そんなことはないか。なんかすごいめっちゃ可愛いですけど、またクロバーの広告、作品としてはめっちゃ高度なんでしょうけど、またちょっと結構微妙っぽいものが作られてますね。はい、ピチ1980年2月号です。表紙はビビのお二人です。ビビと言いますとね、松本千恵子さんに続くバスボンガール、
2代目バスボンガールでしたね。よくね、あのシャンプーにね、お二人のシールがね貼ってありましたね。でこちら早坂昭雄さん、小西直子さん、今見るとね二人ともねすごく背が高くてね、スタイルが良くてかっこいいんですよ。でもちょっと残念ながらねブレイクしなかったお二人ですね。ちょっと早すぎたアイドルだったのかもしれません。早坂昭雄さんはこの後に大戦隊ゴーグル5のゴーグルピンク役を演じる予定でしたが、大人の事情により役を交代されています。早坂さんは背が高いんですが、代わりにゴーグルピンク役になった大川めぐみさんはねちょっと小柄な感じの女性でしたので、ちょっと早坂さんが着ていた衣装がダブッとした感じになって、またそれはそれで可愛かったと思います。またバレンタインに戻ってきた。バレンタインのプレゼント小物作品集、誰にあげるの？これ僕にってこれ彼氏にあげるの？このグローブクッションとかそういうやつ、これ僕にってちょっとこれ彼氏引いてません？ありがとう、欲しかったんだ。小物3点セット、お財布、定期入れ、メガネケースの3点セット、1日で作れる簡単手芸よ。いや無理です。ありがとう、欲しかったんだって。男子これ欲しがるかな。まあこれはこれでいいのかな。こちら、僕にそっくりだ、お人形を作られちゃいました、彼氏の。これ彼氏にあげるんですか？ボーイフレンドそっくり人形、彼をぬいぐるみにしちゃったのです。そのコツは観察力、でも実物以上にハンサムすると怒っちゃうよ。彼氏ね、こんなんもらってね部屋に置いたらね、ちょっとお母さんになんて言われるかとかね思っちゃいますよね。あったかそうだね。まあやっぱりこう手編みのマフラーぐらいに留めておくのがこの当時としては無難ですかね。いや私もねやっぱりね年頃の時に好きな男の子にマフラーでも編んでみたいなと思ってちょっとマフラー調整したことがあったんですけど、途中でね飽きましたね。途中で飽きて、あのお母さんが最後まで編んでご自身で使われてたんじゃないかな。あ、十二支のマスコット、あなたは何年？今年は僕の年だよ。あ、私も猿年です。ハートマスコット、これもやっぱバレンタインつながりですかね。これすごいです。プレゼントスケジュール、この1年の手作りプレゼント作成はこれでバッチリ。あなたのスケジュールをお書きください。年間通して誰にどの手作りプレゼントをあげるかと企画するものなんですね。なかなか執念がこもっています。素晴らしい。あ、なるほど、春のイベントごとにこんなプレゼントを作ってみましょうとか、夏はこういったものを作ってあげましょうみたいな感じですかね。安くなったいちご屋夏みかんでジャムを作りましょう。安くなったとかいちいち入れなくてもいいと思いますけれども、シーズンオフに作りましょうってことですかね。こちら秋、あ、まあ秋とかね割と手作りに向く季節ですかね。クッキーとかパッチワークとかで、冬は定番編み物ですね。年間通して何を手作りするかとか考えていた時代、まあゆったりしたいい時代だったのかもしれないですね。30分でできちゃういたずら手芸、30分でできないでしょう。お部屋の中はもう春よ。やっぱりバレンタインというとこのクロスステッチが出てくるんですね割と。でもバレンタインよりもこのキャラものが欲しいです。コロコロクッション、ランドリーバッグ、お猿のクッション。あ、今気がついた、お猿が多いのは猿年だったからですね。じゃあこの赤いのもお猿のお尻に合わせたのかしら。ピローケースと襟カバー、もうすごいですね。お布団の襟カバーとか枕カバーにもこんな刺繍を施しちゃう。しかも親指姫的な絵柄ですかね。可愛いですね。ここに置いてある何でしょう、これ日記帳かな。いいな。手作りマニアのウォールポケット、なんか毛糸とかがしまってあるんですかね、ウォールポケットに。で一番下になんかエロ本チックなものが挟まってるから、なんだろうこれとか思っちゃいましたけれども、別に多分エロ本じゃないんですかね。なんかこの絵柄で見るとエロ本でエロ本にしか見えないんですけれども、ショッピングバッグ、なんでしょうこの枝豆柄みたいな、こんな柄じゃなくてもいいような気がしますね。鍋敷と鍋つかみ、あ、これはねなんか可愛らしいですね。カントリー系のおばあちゃんが作ってくれそうな可愛らしさがあります。
オリンパス刺繍セットのチラシ、スーキャット。スーキャットって懐かしいアニメありましたわ、こんなの。確かね、キャンディーズがね、モデルなんですよね。スーキャットのスーはね、スーちゃんなんですよ。でもこんな可愛くない絵じゃなかったですね。うん、このちょっと色っぽい子猫がスーキャットでしたね。懐かしい、スーキャットなんて今の今まで忘れてましたわ。そしてこちらはタイニーキャンディー物語。やっぱりね、ちょっと可愛らしい絵でね、この色鉛筆でつけたみたいな感じがまたね、味があっていいですね。まあこの時代はね、デジタルなんかありませんから、リアル色鉛筆だったんでしょうね。素敵なタッチの絵柄です。またこれが終わると何か記念に作りましょうとか書いてあるのかと思いましたら、やっぱりなんかタイニーキャンディーのスクールバッグを作りましょうみたいなページがありますね。これもなかなかね、高度ですね。キルティングのバッグね、流行りましたね。今でもね、キルティングバッグ子供向けには定番品ですね。このアップリケの仕方という、このアップリケなかなか高度ですわ。占っちゃう占っちゃう、あなたの1980年。やっぱ女の子はね、星占いとかね、好きですね。絵柄がね、なかなか昭和な少女漫画タッチでいいですね。でもよく見たら絵柄あんまり12星だと関係ないのね。これどこに水亀座要素が、あ、ここに水亀座要素があるのかしら。でも射手座要素は全くないかな。ヤギ座要素もないですね。お手紙の書き方なんかも載ってますね。ピチピチガールレターレッスン。いや、もうめっきりね、大人でもね、手紙なんて書かないこのご時世ですよ。美しく見える手紙の書き方、美しい言葉を選びましょう。こんな手紙のマナーなんてね、今や大人ですら知らないですよね。はがきの正しい書き方、これももはや書かないですね。年賀状書くときもね、プリンターさんがやってくれますからね。メディアス刺繍図案集。メディアス刺繍はメディアス編みの編み地に刺す刺繍です。まあ毛糸地みたいなところに刺すんでしょうね。またなかなか凝った図案で素晴らしいんですが、これいいんだけど洗濯めんどくさいんじゃないかなとか、そういうことを考えてしまう私はズボラです。ティータイムクッキング、このティーセットがいいな、かわいいな。なんかブルボンのお菓子みたいなのが盛られてますね。ジャノメソーイングコーナー、サロペットスカート、またすごいものを作らせようとしています。で、なぜかシクラメンの鉢植えを持って微笑む可愛い女の子です。私にもできるかしら。いやいや、なかなか難しいですよ。決めた、作ってみよう。そんな簡単に決意しちゃっていいのかしら。でもこの頃はね、まだね、買うよりも作る方が安上がりな時代だったんですかね。今手作りのものなんてね、逆に贅沢品ですからね。うん、めちゃくちゃ高度。こちらは手作りのファンシーパッケージ。あー、これいいな。当時の文房具屋さん、ファンシーショップなんかを思い出しますね。こういうリボンとかね、売ってました。あ、この頃はね、ラッピングもしっかり包んでしっかりリボンを結ぶみたいな感じでしたね。これラッピングとかもね、昔はよくね、お金がかかったもんですね。最近は100均とかでね、気軽に買えるのでいい世の中だな。楽しい紙袋アイデア、手作りイラストシール、ニューイヤープレゼント、かわいい、プレゼントされたい、普通に欲しいです。で、定番クロバーで楽しい手作り手芸プレゼント、またなかなかパンチの効いたクッションとかね、作ってます。このメーカーなんかだんだん私好きになってきました。裏表紙、またこれかわいい。はい、それではせっかくですので、タイニーキャンディー物語が面白かった記念に、こちらのタイニーキャンディーマスコットを作ってみようと思います。いや、でも40年ぐらいして初めて知ったんですけれども、まあこちらタイニーキャンディーですよね。このウサギ名前あったんですね。ホワッチって名前だったんですね。2人ともホワッチだったのかな。なんとなくね、タイニーキャンディーになんかくっついてるウサギみたいな、複数のウサギみたいなイメージで、まあ漢字としては星のカービィとワドルディみたいなイメージがありますね。それでは作ってみましょう。はい、それでは今回気持ちを盛り上げるために、私が小学校の家庭科で使用していたお裁縫箱を持ってきました。中身はこんな感じです。ハサミが古い。でもこうしてみるとね、なかなかこう機能的にね、仕切りがあってね、実用的な作りをしているんじゃないですかね。ちなみに今現在現役で使ってるお裁縫箱はこちらです。こちらもね、実はね、家庭科のお裁縫箱なんですよ。これうちの現在23歳のね、息子が家庭科をね、習う時にお針箱選びますよね、カタログができてね。その時自分の分も欲しくって、息子の分と一緒に注文してしまいました。このバニティ型のね、お裁縫箱がね、可愛くてね、
まあたまに使うんですけれども中身汚い。それでは不慣れな手縫いをやってみようと思います。でも今のご時世家庭のプリンターとかでこのようにコピーとかがねしやすいのでね、型紙も取りやすくていいんじゃないかと思うんですけれども、実を言うと私は型紙取るのが大嫌い、めんどくさい。縫うのはね嫌いじゃないですけど型紙はめんどくさいです。はい、型紙切りました。そしてこれをフェルト等に移していきます。フェルトは100均で買いました。今何でもね100均で揃う便利な時代。でもあれですね、気のせいかもしれないけれどもフェルトがやっぱり手芸屋さんのフェルトより少し薄いような気がします。でこちらは印付けペン。昔はねチャコペン、色鉛筆っぽいので印をつけてましたね。あのノリの悪いね色鉛筆みたいなやつでね。で今はこういったマーカー的なやつで自然に消える印付けペン、こういったものがあるので便利ですね。あーでも型紙取るのめんどくせえな。こう普通だったらこう待ち針とかで留めて印つけるのかもしれないんですけど、もうそれすらもめんどくさいというね。あーでも綺麗に印つきました。あれなんか若干デッサンが狂っているような、こんな感じかな。2匹作るから2つずつ作っておこう。ボディ、顔はまずいよ。ボディを狙う、のボディを。これずれてるじゃねえかよ。だからデッサンが崩れるんだ。はい、どうにか不細工ながらも型を取ることができました。なんかもうすでにフェルトがヘロヘロになってるような気がするんですけど、気のせいよねきっと。はい、それでは顔を塗っていきましょう。目の付け方が雑、型紙取りもね雑だからね微妙にねずれてますね。まあでもきっと縫えばどうにかなるかと思います。こうお針仕事というのもねちょっと老眼にはね厳しいものがねありますよね。はい、ではぐるりんこと顔を一回りしたので綿を詰めたいと思います。あんまりこうね綿が薄くてもちょっとシワシワで可愛くなくなっちゃうので、こうパンパンにね詰めた方がねきっと可愛いね。こんな感じ。ちょっとこのウサギの名前がホワッチというのを聞いてから、さっきから頭の中でずっと少年隊のファッチャンネームが流れてます。少年隊ね、あの日記がねすごくね好きなんですよね私ね。結婚してくんないかな日記。お互い独身ですので問題はないと思うんですけど。よっしゃ、どうにかホワッチが1個できました。老眼に夢中って作りました。なんか結構ボロボロですけど、まあいいんじゃないかな。はい、できました。正直言うと結構ね大変だったんですけど、このウサギホワッチがね割と簡単にできるので結構こう舐めてかかったんですよ、こっちのタイニーキャンディーちゃんの方は。そしたらまあ見てわかりますけれどもめっちゃ大変でした。結構ね細工が細かいので手がかかりましたね。どのくらいかかったかっていうと、まあ貴重な休日半分費やしてしまうぐらい手がかかりました。まあなんと言いますか老眼に鞭打って縫いましたのであんまり上手じゃないですね。出来上がりの写真とも似ていませんし、オリジナルの絵柄とも似ていません。オリジナルはねちょっとね儚げな感じなんですけど、私が作ったタイニーキャンディーちゃんとホワッチくんたちはなんか強そうですね。これをね作って久しぶりに針仕事なんかしたら背中痛くなりました。でもまあこれはこれで私が作った作ということで大切にしたいと思います。縫い取りなんかにね使えるかもしれないですね。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。最近はねスマホゲーム、本当にもうね生きていて情報量が多い世の中だと思うんですよ。こうしてゆったり過ごせた時代もまたいいんじゃないかなと思います。というのもちょっと今回ね Wi-Fi の乗り換えがうまくいかなくって、しばらく我が家 Wi-Fi 繋がってなかったんですね。で今回ねアップが遅れたのもそれが理由なんですけれども、まあ、その間こうやってこう手芸とかできたのでこれはこれで無駄ではなかったかと思います。それでは次回もかわいい工場委員会手話レトロ支部よろしくお願いいたします。これは食べちゃダメです。何やってるんですか。